おはようございます。放浪記です。大阪寝屋川市でございますね。ニコニコ寝屋川インター店さんにお邪魔しております。今日はね、打ちたい台でパチスローが富士子を打ちたいんですが、問題がありまして、いろいろ音関係の権利問題で残念ながら打っちゃダメだと言われております。パチスロ必勝ガイドの方でもダメだと言われたので、まあ権利の問題でちゃんとメーカーさんから言われてんだろうなって思うんですが、いろいろ謎があるんでね、それはまあ実践中に喋るとして、その他の注目機種というとパチンコですね。ミリオンゴッドディセント、これが入っておりますんで、どうしてもそこに行きたい。抽選を受けて4番という番号を引きましたんで、まあ間違いなくそっちに行きゃ取れんだろうなというふうに思っております。こっちだ。おはようございます。あれ、いいんだよね、向こうが2円だよね。あれ、あった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 。いやー、そら打ちますよね。すごい評判いいんだよこれ。そうでね、さっきの話の続きですけど、パチスロの富士子がね、まあメーカーさんから正式に、なんか、まあ、細かいことは分かんないんだけど、俺もその権利、音の権利なのか映像の権利なのか何かの関係で、まあ、ちょっと打っちゃダメだというお話がジャンバリには届いてると。で、同じような感じでパチスロ必勝ガイドで動画の収録でね、打とうとした時にもやっぱりダメだというふうに言われて、でガイドはすごかったんだけど、まあ、隣から鳴る音ですらその入ってきちゃダメだって。本来はそういうのはなんかこうガヤって言うんだけどさ、いわゆる騒音扱いで、まあ、商店街歩いてたらなんか音楽流れてるのと一緒の扱いで大丈夫だったりするんですけど、まあ、それすら気を使ってたのガイドは。で結局富士子はもちろん使えないし、富士子の近くに行くことすらできないみたいな、そういう状況になってるんですよ。でところが普通に YouTube 見てると、いろんな動画サイト、パチスロのね動画サイトの人がバンバン富士子を打ってるわけ。羨ましいだけじゃん、こちらとしては。今パチスロ打つって言ったら富士子打ちてって思ってるのに、なんかねえダメって言われたらそれしょうがねえなーって思ってるところに、いろんなサイトが富士子を打ってるって、なんでそんなことが起こるんだろうって。で全部調べたわけじゃないからよくわかんないけど、そういう動画サイトはそのまあ富士子はオリンピア、平和オリンピアか、 だけどメーカーとのその付き合いがないから連絡が行ってないのかなって思ったわけです。でも、まあ、正直はっきり申し上げて、ビュー数で言うとさ、僕のこんな放浪記とか必勝ガイドが上げる動画なんかよりも、そういう動画サイトの人たちの YouTube の動画の方が何倍も閲覧数多いわけですよ。そういうところにもダメって言ってほしいんだ、打ちたいから俺が。なんかね、その辺がモヤモヤするんだよね。そんで、ね、例えば放浪記がまあ大体ね、言っても10万とかですよ、ビュー数が。でビュー数がこうね、500だの1000だのっていうサイトが、なんだあそこだって売ってんじゃねえかっていう感じだったら、
いやまああそこはねしょうがない、もうどうでもいいですよって言われちゃってもしょうがないなと思うんだけど、そうじゃない、もう30万40万もっと70万80万のビュー数持ってる動画サイトが、ただ平和オリンピアと付き合いがないから連絡が来ないっていうだけで藤子を打ててしまうっていうのは、どうもこっちとしては腑に落ちんわけですよ。俺だって打ちたいのになーって思っちゃうわけで、これがまあもしかするとそういうサイトはちゃんとね、なんかこうジャスラックとかにお金を払って正規のルートで問題なく打ててるのかもしれないんだけど、どうもそうではない可能性のが高いんだよね。絶対払ってないよね、お金払ったらしかも OK っていうわけでもないよね多分ね、みたいな、なんかよくわかんない感じなのよね。だからその辺をできたらなんかこうちゃんと統一してほしいよなって思うんですよ。今のところ有料のねパチテレとか、それからサイトセブンとか、そういう有料のテレビ番組に関しては、まあ正式にジャスラックに包括契約でお金を払ってるからなのかどうか知らないけど打ててるんです。なんだけどその YouTube を使ってるね配信媒体でダメっていうところと OK なところがあって、なんか足並み揃わないのが腑に落ちないんだよな。過去にもありましたけど、単なる個人攻撃だったらいいのよ、あ、ウイチには打たせないでくださいみたいな、それはそれで納得がいくわけ。でもそれでもないんだよね。なんていうのかな、偶然だけどさ、あのピラミッドの多分まあこの辺だよね、台の中に弾が多分 4,5 発残ってたんだろうね。お金入れて弾貸しボタンを押しながら、押しながらというか一回押したんだよな確か。弾貸しボタンを押してハンドルをひねってたら、この中に潜伏してたその 4,5 発の弾が残ってて、それが飛んで羽が開いてたまたま拾ったもんだから手を離したら偶然当たるというね、まあ、奇跡が起きたわけですけど、あんなのでも怒る人いるんだなってびっくりしましたね。すごい人になるとあれで窃盗だと書いてるもんね。ちょっと驚きだよね。例えばよ、ここにこう200発300発の弾が残っててずっと見てるんだけど、ここ人来ないんだよね、もう忘れてるんじゃないかな、撃ってもいいかなとか言って撃って当てたらそれはいかんと思うんだけど、自分でお金も入れて弾貸しも押してて、たまたまそれが反応する前にこうやって見ても見えないところにあった数発の弾が飛んでるなんて、まあよくあることだと思うんだよ。自分で先に弾貸しを押してからハンドルひねっちゃってる人は気づけないわけじゃん。その自分の弾なのか前の人が残ってたその 2,3 発なのか、なんか先に残ってるけど、まず最初に弾を借りて、で
うわー、すげえ風来てる、すっげえ風来てる。何、手元にすごい風来たよ。初めて風が来たよ。でもここは一緒。金色だね。ボタンもブルらない。あー、疑似さん行った。初の疑似さん。おお、太陽の戦車ってやつね。あった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 。金保留かいこれ。お、降臨。これは当たったか。もう一回降臨、降りるよね。はい、はいはい。すごい風来てる、すごい風来てる。ゴッド、ゴッド、ゴッドじゃないの。金扉これ。ディセントチャレンジ。これは当たるだろう。ボタンかなこれ。どっち？うわ、こっちか。はい、ブルった。はい、来た。全然数字揃ってないけど当たってるよね。はい、ナイス。すごいね、最後まで全然アクションなしよ。パキャーン。はい、来た。あれ、なんだよ。6じゃん。4ラウンド。これが一応電サポなんだろうね。開かなかったけど。電サポは終わったけど、潜伏学園の可能性が
あるよってことね。でこの後クルーンに入った球でここの赤い台がチカチカするかどうかを見てればいいってことかな。うわー今入ったんだけど、また入るんだけど点滅しないが大丈夫か。でも必ず点滅する仕様だったらちょっとショッキングだよな。そう話の途中で当たっちゃったんだけど、その1回転目で当たることってまあ誰しもがとは言わないけど結構な人が経験していると思うんですよ。うわーラッキー1回転目で当たったって、その1回転目で当たってんのって自分が球を借りた時に打ち始めた機械の中に残ってた数発の可能性も大いにあると思うんだよね。で、まあ、そこまで僕の場合は明らかにね球貸しを押したけどその反応しなくて台の中に残ってた球で当たっちゃったわけですけど、あれをラッキーと捉えられないってなんか多分自分でそれやったらラッキーって言うんだろうなとしか思わない。あれが当たってしまって、うわー球貸しをしたのに反応しなかった、すいませんちょっと店員さん僕ね球を借りる前に押したんですけど球貸しで球が出てこなくて機械の中に入ってた球で当たってしまったんです、消してくださいって絶対言わないよねって思って、でそれを放送することがどうなんだろうっていうお話になると、別に良くないとしか思わないけどな。あれが元からさ、その実は台の中には数発残ってることが結構ありましてねみたいな、でお金使うのもったいないから今日は1円も使わずに当たりを狙いましょうとかって言いながらよ、前台のハンドルをちょっとずつひねって、ああこれはないですね、ああこれは飛びましたねってやってて、わ飛んだいけいけ当たったラッキーとかって言うんだったらさすがにどうかなとは思うけど、まああれは単なる偶然の産物だと思いますよ。降臨せずだな、やっぱ学園じゃねえのかな。今クルーンに入った球でピカーンってなったような気がするんだけど、おおい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 1回転でしかもパルテノ行ったぞ、次の保留ぐらいまではなんかチャンスありそうだけど、うわーダメだダメダメ、これは潜伏学園かも世の演出だな多分。
うわー風来た、風来たか、風が来たか。いやーでも移行してからの保留なんだけどな。もう一回。漆黒の炎が灯る。ヘルゾーン。ハーデス保留とかどこだ。しかも悪魔の数字666が揃うんじゃないか。うほー、うわー、ゼウス VS ハーデス。ただどっちが勝ったらいいんですかこれ。やっぱゼウスなのか。なるほど。なんか白いのが気になるけど、いいのかな。今のも白なのかな。はい、ブルッタ。戦いました今。戦ってないよね。また6だよこれ。あーでも潜伏のループはないってなんか書いてあったよ。チャンネル登録すれば検索の手間いらずで最新動画をいち早くチェックできます。皆さんもチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。